川端隆子、川端隆子、川端隆子、1885年、明治18年6月6日から1966年、昭和41年4月10日は、戦前の日本画家、俳人。弟、伊母帝は、ホトトギスの俳人川端がや、関、某子であり、隆子も、ホトトギス同人であった。本名は翔太郎。和歌山県和歌山市で生まれる。 幼少の頃、空に舞う色とりどりの恋のぼりを見て、風に揺らめく、圧倒的な恋の躍動感に、心惹かれた龍子は、職人のもとに通い詰めると、その描き方を何度も真似をした。自分も、こんな絵を描けるようになりたいとこの時思ったのが、画家、龍子の原点であった。1895年、明治28年、十歳の頃に家族と共に、東京へ移転した。 上等高等小学校から東京府立第一中学校入学。一中文校から発展し東京府立第三中学校が設立されたことで三中に移籍。府立三中在学中の1903年、明治36年に読売新聞社が明治30年菓子一般募集した際に隆子は30作品を応募した。このうち西南戦争の熊本城と 軍艦富士の開口の2点が入選し40円、1.2円の賞金を得た。これが本格的に画家を志すきっかけとなった。画家としての龍子は当初は白馬会絵画研究所及び太平洋画界研究所に所属して洋画を描いていた。1913年、大正2年に渡米し西洋画を学び、それで身を立てようと思っていた。 しかし、憧れの地アメリカで待っていたのは、厳しい現実であった。日本人が描いた西洋画など誰も見向きもしない。西洋画への道に行き詰まりを感じていた。失意の中、立ち寄ったボストン美術館にて、鎌倉期の絵巻の名作、平治物語絵巻を見て感動したことが、きっかけとなり、帰国後、日本画に転校した。1915年、大正4年。 平福百水らと三五会を結成。同年、陰天、最高日本美術院展に初入選し、独学で日本画を習得した隆子は、四年という早さで1917年、大正六年に、近代日本画の巨匠横山大観率いる日本、美術院同人となる。そして1921年、大正十年に発表された、作品、火星は、日本神話の英雄。 山と竹を描い赤い体を包むのは黄金の炎。命を宿したかのような動き、若き画家の野望がみなぎる、激しさに満ちた作品である。しかし、この絵が物議を醸した。当時の日本画壇では、個人が小さな空間で絵を鑑賞する、床の間芸術と呼ばれるようなものが主流であった。繊細で優美な作品がもてはやされていた。 龍子の激しい色使いと筆致は、粗暴で干渉に耐えないと言われた。その後、1928年、昭和3年には、任天堂人を辞し、翌1929年、昭和4年には、所間芸術と一線を画した、会場芸術としての日本画を主張して、清流者を旗上げして、独自の道を歩んだ。縦1メートル85センチメートル、 幅8立方メートル8センチメートルの大画面に展開する鮮やかな群青の海と白い波との鮮烈なコンストラスト。激しくぶつかり合う水と水、波しぶき。壮大な水の世界を描いた、ナルトは当時の常識を覆す、型破りな作品であった。その後も対策主義を標榜し、大画面の合法な屏風画を得意とした。大象。 昭和戦前の日本画団においては異色の存在であった。1931年、昭和6年朝日文化賞を受賞。1935年、昭和10年帝国美術院、会員。1937年、昭和12年帝国芸術院、会員。1941年、昭和16年会員を辞任。1937年、昭和十二年に、 使用作用発表。幅14メートルの超大作。岩壁の海岸、深い海の青が浅くなるにつれ、透明度の高い緑に変化していく様子を鮮やかに描いている。この作品で竜子の筆致は大きく変わった。岩に激しくぶつかる水、そこには輪郭線がない。想像だけで描いた、ナルトと比較すると繊細な波の動きがよりリアルに表現されていることがわかる。 新たな水の表現を獲得した竜子。しかし、1941年、昭和16年太平洋戦争勃発。自由に絵を描くことが許されない中で、竜子は作品を発表し続けた。1944年、昭和19年には、水雷神。水に住む神々が持ち上げているのは、巨雷である。暗く深い海の底、その水は重く濁っている。 龍子はこの神々に命を投げ出し、突き進む特攻隊員の姿を重ねた。この絵を描いた頃、龍子は息子を戦地で、妻を病で亡くしていた。重々しい色使いは、龍子の心情の現れかもしれない。第二次大戦後の1950年、昭和25年、65歳になっていた龍子は、妻と息子の供養のため、四国八十八箇所巡礼を始める。 六年がかりで全札書を回り、各札書で単載のスケッチ、画家自らは、草びを呼ぶを残した。これらは、札書で読んだ俳句とともに、画文集、四国返路として出版されている。1959年、昭和34年、文化勲章受章。没年の1966年、昭和41年には、居宅に近い東京都大田区の池上本門寺。 王道天井画として奉納すべく、竜を描いたが、未完のまま死去。後日、遺族の相談を受け、竜子の遺作を実験した日本画家の奥村と牛は、作品を激賞。奥村が、画料を転生して、海岸の上、作品は、王道に奉納された。1963年、昭和38年には、記事を記念して、長年住んだ、東京都大田区に、 竜子記念館を設立し、自作を展示した。館は、当初は、社団法人清流社が運営していたが、1990年、平成2年、同法人の解散とともに、土地建物と竜子の作品は、大田区に寄贈され、1991年、平成3年からは、大田区立、竜子記念館として運営されている。館に隣接する竜子のアトリエと、 旧宅庭園も公開されている。また、龍子は、自庭内に、自物堂を建てて、古物を安置していたが、これらのうち重要文化財指定の1162年、王法2年名、美写門天立像は遺族により、東京国立博物館に寄贈されている。激しく流れる、水の流れとほとばしる波しぶきによる龍子の描いた、水は、巨大なエネルギーで見るものを圧倒した。 昭和の動乱期、画壇を飛び出し、独自の芸術を切り開いた日本画家である、桁外れの大画面、竜子は躍動する、水の世界を描き続けた。その水は、画家の心を映すかのように時代と共に、色や形を変えていった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。